はい、こんにちは、ポロです。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。今日はですね、ハテナブログってどうなのっていう話をしていきたいと思います。僕はですね、ハテナブログ書いてて、今のところですね、3つブログを、やってるんですけども一般的にですね、こうワードプレスがいいなんていうね、話をされることが多いと思うんですけど、僕自身もですね、ワードプレスでサイトを持てたりとかするので、ワードプレスは使ったことがあるんですね。以前に別の会社をやっていた時に、その会社のサイトをですね、ワードプレスで作ってたりとかしてたので、ワードプレスについてもよく知ってはいるんですけども、なぜハテナブログをね、選んだのかっていうことを、僕もはっきりとは覚えてないんですけど、結果としてハテナブログで良かったかなっていうふうに今は、すごく感じてます。で、無料ブログとワードプレスと、大体2種類ね、どっちかするかっていうふうになるかと思うんですけど、ブログにですね、挫折する人の、原因の一つにですね、こうモチベーションが上がらないというか、書いても書いてもね、全然読んでもらえないみたいな、そういうですね、悩みを抱えている人って非常に多いんですよね。で、ワードプレスの場合っていうのは、基本的にその、なんていうんですか、他力を使ったトラフィックが発生しないので、例えば検索エンジンで表示されるとか、あるいは SNS でね、自分で拡散するとかっていうことをしないと、基本的にアクセスがないわけですよね。だから、記事を書いても書いてもね、もう本当一桁 PV の日がずっと続いているみたいな感じになるんですよ。そうすると、もうなんか途中で心が折れてしまって、もうやめたみたいな感じになっちゃうんですよね。でも、無料ブログっていうのは、そのブログサービス自体が巨大なトラフィックを持ってるので、記事を投稿するだけでもうある程度の人がですね、読んでくれるようになるんですよね。なので、初心者にとってもそういうモチベーションに、なると思いますし、特にこう検索エンジンと相性が悪いタイプの記事を書いている人、特に日記ブログとかそうですよね。日記ブログってなかなか検索エンジンの上位に表示されて難しいじゃないですか。内容も薄いし、文字数も少ないし、何かね、特にユーザーが知りたいような情報が載っているような記事ではないので、日記ブログっていうのは検索エンジンの上位を取るのは難しいんですけど、そういうブログを書いている人は、無料ブログですね、ハテナブログにしろアメブログにしろ、そういうブログを選択しないと、ワードプレスではもう本当にね、全然アクセスがないっていう状態になってしまうわけですよ。だから自分のブログのね、タイプとかそういうものに合わせて、どの媒体でね、発信するのがいいのかっていうことを考えた方がいいと思うんですけど、ハテナもね、かなりこう大きな、なんていうんですか、トラフィックを持ってるので、本当に記事を投稿するだけで、いろんな人が読んでくれるんですよね。僕の3つのブログはメインのトラフィックは全部検索エンジンです。Google と Yahoo がだいたい7割から8割ぐらいのアクセスを占めてて、残りがですね、その、ブログ本体からのトラフィックだったりとか、他のソースからのトラフィックになってるんですけど、ハテナは非常にこう、検索エンジン上の、評価も高いというか、上位表示が取りやすいので、僕のですね、メインブログも、本当にサーチコンソールの平均順位ってあるじゃないですか。あれが今15位ぐらいなんですけど、で、クリック率が何パーセントでしたっけね。それも 15% ぐらいだったと思うんですけど、かなり数値が高いんですよね。だからハテナブログでも十分検索上位は取れるわけですよ。なので、ワードプレスをね、あえて選ばなかったっていうのは、そういう理由もあるんですけど、ブログサービスを使っている人たちはそれぞれ属性があるんですよね。例えば、本気でこうブログで稼ぎたいと思っている人がいたとして、そういう人ってまずアメブロは選択しないじゃないですか。アメブロって基本的にビジネス目的の使用は禁止しているので、ブログでお金を稼ぎたいって人は、アメブロを選択しないわけですよ。だから、もしあなたが何かこうね、ブログの関連の情報発信をして、収益を得たいと思ってるんであれば、アメブロでそういう情報を発信しても、あんまりこう反応が良くないというか、そこにいる人たちは、本気でこうブログで稼ぎたいと思っている人たちじゃないんですよね。趣味でブログを書いて楽しかったらいいかなみたいな人たちばっかりなので、そういうもしね、本気で稼ぎたいっていう人を自分のターゲットにするんであれば、アメブロよりもハテナブログの方がいいんですよね。ハテナを選んでる人っていうのは、やっぱりこう真剣にお金を稼ぎたいっていう意思を持った人が多いので、結構意識が高いんですよね、みんな。なので、通常であればこう
アフィリエイトとかだけでね、こうマネタイズするみたいなのが一般的なんですけど、例えば僕がこうね、電子書籍すごくいいですよみたいな話をすると、じゃあ電子書籍やってみようかなとかっていう感じで、こうすごく意識が高い人が多いんですよね。だからこうやっぱり、リストっていうのもね、質があるじゃないですか。どういうお客さんをターゲットにするかにもよると思うんですけど、まあ、非常に質の高いリストが取れるんですよね。実際僕もハテナブログからこうコンバージョンしたりとかってのもいっぱいありますし、そこですごくいいつながりができて、まあ個人的にやり取りしたりとかっていう人もいますし、だからこう横のつながりもあるんですよね。やっぱりワードプレスってなかなかこう横のつながりを持つのって難しいじゃないですか。だいたい情報が一方通行になってて、こっちから発信して終わりみたいな、コメントもめったに残されないから、まあ、読者の反応もわからないみたいな感じになると思うんですけど、無料ブログはその辺がすごくこう、まあ、反応が出るんでいいんですよね。まあ、励みになるっていうのもあるんですけど、単純にこうどういう記事が受けてどういう記事が受けないのかっていうのを、まあ、精査する上でもいいんですよ。まあ、もちろんアクセス数とかね、滞在時間でどの程度読まれてるかっていうのもね、ある程度判断はできるんですけど、それだけじゃなくて、こういいねがどれだけついてるかとかね、そういうもので、あ、こいつ反応が良かったなとか反応悪かったなとかって分かりますし、まあ、むしろね、こう自分が意図した通りになるのかっていう辺もテストできるじゃないですか。あえてちょっとね、そういうあんまりいいねを収めないタイプの記事を投稿してみて、まあ、どの程度反応が落ちるかとかね、やってみたいとか、本当にこうそれでも自分をね、いいって言ってくれる人だけのこうじゃないですか。そういうことすると、そういうことをテストしてみるとかってもできますしだから僕はすごく、まあ、おすすめというか、なんかこう、まあ、海外の場合だと大体媒体って2つか3つなんですね。まあもちろんその CMS 自体はいっぱいあるんですけど、大体海外のブロガーの人たちが選択するのってワードプレスかブロガーかどっちかですね。でブロガーっていうのは、Google が運営している無料ブログのことです。まあ、海外はそういうね、ハテナとかアメブロとかね、ライブドアブログみたいな、そういうのがないので、まあ、選択肢としてはワードプレスかブロガーかどっちかになっちゃうんですよ。で、なのでそういうことが議論に上がらないんですけど、基本的にその何のためにブログを書くのかっていうところに立ち返ってみるとですね、やっぱり何かしらの目的があるわけですよね。で大抵の場合、こうお金を稼ぎたいとかっていう目的だと思うんですよ。でお金を稼ぐためにはどうすればいいのかっていうと、まあもちろんですね、こう価値のある記事を書いて情報を、ね、発信をして信頼構築をしてマネタイズするっていうのがそういう流れなんですけど、まあそもそもの、そのアクセス自体がなかったら、まあ、どんなに情報発信をしても誰も読んでくれないわけですよね。でそこのアクセスを集めるっていう作業が一番難しいんですよ、ブログを書く上において。でそれを自分以外の人間がやってくれるっていうのはすごく、まあ、お得なんですよね。何もしなくても記事を投稿するだけでそのブログサービスがアクセスを送り込んでくれるっていうのはすごく恩恵が大きいんですよ。だからそのなんていうんですか、手段ばっかりにフォーカスして、ワードプレスだみたいな風に考えるのはちょっと危険というか、そもそもなんでブログを書いてんのかっていうところに立ち返って、稼ぐためだと。で稼ぐためなのであれば当然アクセスは必要ですよね。でもアクセスを集めたいけどワードプレスだと全然アクセスがないっていうんだったら、わざわざこうハテナからワードプレスに引っ越す必要性もないし、そもそもそんなね、ハテナを書いている時代からほとんど検索エンジンからアクセスがなかったのに、ワードプレスに移行したからといってそんなにこう劇的にアクセスが増えることはないんですよね。まあ、さっきも言いましたけど、僕の3つのブログも全部ね、こう、まあ、アクセスのメインは全部検索エンジンからなので、ハテナブログも上位表示は簡単に取れるんですよね。だからハテナの時点で上位が取れてないってことは、結局ワードプレスに移行しても大して変わらないってことなんですよ。まあ、なのでその一番難しいね、アクセスを集めるっていう部分を、まあ、そのブログサービスがすごくやってくれる。そしてハテナにいる人たちっていうのはすごくこう、まあ、意識が高い人が多いんで、よっぽど何かこうハテナよりもこうワードプレスを選ぶメリットが大きいんであれば引っ越す必要性はあると思いますけど、
特に何かね、そういうメリットデメリットがないんであれば、まあ僕は別にハテナじゃなくてもいいですけど、他の無料ブログサービスでもいいと思うんですよ。だって結局ね、その最終的な目的っていうのは、まあ、稼ぎたいっていうところに終始しようと思うんで、別にね、その、どの媒体を使うかっていうのはどうでもいいと思うんですよ。例えばハテナに自分のターゲットとする属性のお客さんがいないとか、そういうんであれば変えた方がいいと思いますけど、そうじゃない場合っていうのは手段にこだわる必要性はないわけですよ。もう今の状態である程度結果が出てるんであれば、そのワードプレスとかアメブロとか、まあ、そういうものはどうでもいいわけですね、なので、その辺もしっかりとね見極めた上でこう媒体を選択した方がいいかなっていうふうに思います。まあ、僕もワードプレスもね、いいかなっていうふうには思うんですけど、まあなんかこうあえてね、そこに変える理由もないので、まあ、理由が出てきたら変えるかもしれないですけど、まあ今のところはそんな感じですよね。まあ、なので、これからブログを始めるっていう人も、まあちょっと媒体を選ぶときにみんなこうどうしてもワードプレスってね、そこが絶対的に正解だっていうふうに思ってしまいがちなんですけど、まあちょっとね、その辺は自分のどういうブログを書くかとか誰をターゲットにするかによって変わってくるので、気をつけてほしいと思います。では今日の音声は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。